はい、じゃあ次は2つの集合の関係について考えていきましょう。こういう問題ね。はい。10以下の自然数全体があります。これ全体集合っていうね。全体集合っていうんだけど。で、それぞれの部、あ、まあ、A と B の、まあ、部分集合っていうのは、まあ、あんまり気にしなくてもいいよ。1が1、2、4、8っていう集合ですと。で、B は1、3、5、7、9という集合ですと。これ自体がどういう集合かはまあ別にいいんだけどね。で、記号がそれぞれありますからよく覚えておってください。こう書いてあったら和集合ね。これだったら共通部分。これだったら補集合。あとで細かく説明しましょう。そこで まずこれ入れにゃいけんのよね。これベン図って言うんだけど、1248って書いてあります。で、こっちには13579って書いてあるから、1かぶっとるよね。かぶっとる数字はこの重なったとこに書いておきましょう。1。で、あとはかぶってないので、248はこの辺と。248。B のところには3579が書いてあるね。79って書いてある。そうすると書いてない数字があるよね。例えば6。10以下の自然数の中に6が入ってないよね。で、あと10が入ってないよね。だからこういうふうにしておくわけね。1248。13579。で、あとは6と10が入ってないから、ここに外側に書いておくと。OK。で、和集合っていうのは何かというと、この部分ね。ちょっと青青で分かりにくいんだけど、これね。これが和集合。A でも B でもあるじゃなくて、A か B どっちか重なっとっても OK っていうのが、これが和集合で、共通部分っていうのは、これね。A でも B でもあるよってこと。補集合っていうのはそれ以外だから、外側ってことね。じゃないよってこと。OK。どころが後で発表ね。そこで、まあ、こういう図になるわけね。A の、これバーって読むんだけどね。A のバー、A の補集合って何ですかって言われたら、A じゃないものを言うわけよ。A じゃないものだったら、この中に入ってないやつだっけ。これ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 だね。6つあるよ。3、5、6、7、9、10と。別に小さい順に書かんでもいいんだけど、まあ、書いた方が安全かもね。同じように、B じゃないものを選ぶので、外側の5つね、2、4、6、8、10っていうのが、集合です。A でもないし、B でもないって言われたら、A じゃないものって外側だったよね。まあ、これとこれだね。これとこれにの重なったところ、一緒のものって6と10よね。他は被ってないんですわ。被っとるものだけを言えばいいので、こいつは6と10ですってな。OK。これは A または B ってここのことよ。よいしょ。ここのことよ。A または B ってここのことよ。OK。これじゃないんだから外側の2つよね。だから6と10です。分かった？これとこれ同じじゃろ。同じものじゃろ。これ同じものを指してるわけね。よいしょ。今度はこれ。A または B じゃない。A って、青分かりにくいね。どうしようか。この色にしようか。どっちにしても分かりにくいね。A ってこれよ。で、なおかつ B じゃないものってこれよ。OK。だから、ここに当てはまるのは、よいしょ。1、2、4、6、8、10ね。この6つになるわけね。逆に、A じゃないっていうのは、A じゃないんだから、ここのことよ。これと外側ね。で、そのうちに B の部分って言ったら、ここだけね。この部分を指すんよ。だから、3、5、7、9になるわけね。どこをこれ指しとるかっていうのが重要なので、じっくりじっくり考えててね。